にちは、京子です。流行のネイル用のリキッドを買ってみたけれど、いつも同じような使い方になってしまうなという方はいませんか？今回は秋冬に使えるファイアオパールのような鮮やかなオレンジ色のデザインを紹介したいと思います。今回もとっても簡単にできるデザインです。それでは早速ご覧ください。ベースカラーを塗って硬化したら、クリアジェルを一度塗ります。硬化したクリアジェルの上にリキッドを垂らしていきます。今回未硬化ジェルはそのままリキッドをのせています。3色のリキッドをランダムにのせます。私が使用したリキッドはアリエクスプレスで購入したものです。今はたくさんのメーカーから似たようなリキッドが出ています。今回使用したリキッドと似たカラーも出ていると思うので、好きなものを使ってください。私が購入したリキッドは概要欄にリンクを貼っておきます。次に上にシェルをのせます。今回使用するのは少し青みがかったシェルでかなり大きいので、爪の上にのせるためにピンセットを使って小さく割ります。クリアジェルを薄く塗り、シェルをのせます。シェルがあまり大きすぎたり、爪の端の方にのせると角がたくさん飛び出やすいので、今回は爪の真ん中に近いところに置きます。のせ終わったら硬化します。ビルダージェルでシェルを埋めます。埋め終わったら硬化します。未硬化ジェルを拭き取って、シェルが飛び出しているところを削ります。その後、全体にバッファーをかけます。上からもう一度3色のリキッドを重ねます。今回はゴールドの六角形のホログラムと細かいラメを使ってデコレーションをします。好きなところにラメを置いて硬化します。
爪全体をゴールドのラメで囲みます。囲み終わったら硬化します。一度クリアジェルを塗って硬化します。厚みを出せるトップジェルを使う方はこの作業は省いても大丈夫です。最後にトップジェルを塗って仕上げます。いかがでしたか？いろいろなメーカーからリキッドが販売されていると思いますが、今回使用したカラーはだいたいどこにもあると思います。見つからない場合は似たような赤系のカラーを使って試してみてください。リキッドを使ったデザインは失敗が少なく、今回のように同系色を使った場合は重ねてもびっくりするようなカラーができることはないので、安心してやってみてくださいね。今回の動画が役に立ったら、いいねボタンを押していってくださいね。チャンネル登録がまだの方は登録もよろしくお願いします。ボタンの横のベルボタンを押しておくと、動画が公開された時に通知されます。ぜひ押しておいてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。